ニコラス・アルマグロ・サンチェスは、スペイン・ムルシア出身の元男子、プロテニス選手。身長183センチメートル、体重81キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。最高ランキングは、シングルス9位、ダブルス48位。これまでに ATP ツアーシングルスで13勝、ダブルス1勝を挙げている。デビスカップスペイン代表として、デビスカップ2008の優勝に貢献。教師である両親の間に生まれた。アルマグロは8歳からテニスを始め、2003年にプロ入り。同年末には早くもランキングを年初の737位から156位まで上昇させる活躍を見せる。2006年には故郷のバレンシアオープンで初優勝を遂げ、トップ100に定着したアルマグロは翌2007年の同大会でも優勝し、連覇を果たす。2008年には1月のブラジルオープンで同郷のカルロス・モヤを、2月のメキシコオープンでアルゼンチンのダビド・ナルバンディアンをそれぞれ下し、シングルス優勝を4とした。また2008年全仏オープン男子シングルスにおいても、3回戦で第10シードイギリスのアンディ・マリーを破る、等の活躍で4大大会自己最高のベスト8、進出を果たす。準々決勝では、同郷の全仏王者、ラファエル・ナダルに敗れたものの、シングルス最高位を更新。同年8月には、北京五輪に、スペイン代表として、単複量部門でオリンピック初出場。シングルス1回戦では、ガエル・モンフィスに敗退、ダブルスでは、ダビド・フェレールと組アスペリン、ヨハンソン組との2回戦まで進出した。2010年は、マドリードオープンでベスト4。全仏オープン4回戦で、フェルナンド・ベルダスコを6から1、4から6、6から1、6から4で破り2年ぶりにベスト8に進出した。準々決勝では優勝したラファエル・ナダルに6から7、6から7、4から6のストレートで敗れている。7月のスウェーデンオープンとスイスオープングシュタードで優勝し、通算7勝となった。2011年は2月の中南米のクレーコート大会で3週連続で決勝に進出した。ブラジルオープンではアレクサンドル・ドルゴポロフを 6-3、7-6、アルゼンチンオープンではフアン・イグナシオ・チェラを 6-3、3-6、6-4で破り優勝した。メキシコオープンではダビド・フェレールに 6-7、7-6、2-6で敗れ3週連続優勝を逃した。4月25日付のランキングで10位となり、トップ10入りを果たす。2012年は2月のブラジルオープンで連覇を果たしたが、アルゼンチンオープンでは、ダビド・フェレールに 6-4、3-6、2-6 で敗れ連覇を逃した。2014年4月のバルセロナオープンバンコ・サバデルでは、準々決勝でラファエル・ナダルを 2-6、7-6、6-4 で破った。アルマグロはこれまでナダルには10戦全敗であったが、初勝利を挙げるとともに、初めて世界ランキング1位に勝利した。2014年7月に左足の手術を受ける。以後ウィンブルドン、全米オープンを欠場。2016年のアルゼンチンオープンの準々決勝で、世界ランク9位のジョー・ウィルフリード・ツォンガを、準決勝で世界ランク6位のダビド・フェレールを破り、2年ぶりのツアー。決勝進出。決勝でドミニク・ティエムに敗れる。同年5月には全仏オープンまでのクレーコートシーズンでミレニアム・エストリルオープンの決勝で同郷のパブロ・カレーニョブスタにフルセットで勝利し、実に4年ぶりのツアー優勝を果たした。2017年12月、諫早市の秋山病院との契約を発表。2019年4月に引退。アルマグロのシングルス23回、ダブルス2回の決勝進出はすべてクレーコートの大会である。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。